プロボクシング元世界2階級制覇王者で、ガロデオーロ、黄金のバンタム、の異名を取ったエデル・ジョフレシ、ブラジル、が2日、肺炎の合併症によりブラジル、サンパウロ州のエンブーダス・アルテスにあるクリニックで亡くなった、86歳だった、3月から入院していたという、ジョフレシは56年メルボルン五輪出場などアマで150戦148勝2敗の成績を残し、57年3月にプロ転向、ガードを高く上げて打ち抜く強打を武器に、78戦72勝、50KO、2敗4負けと驚異的な成績を残した。60年11月にエロイ・サンチェス、メキシコ、に6回 KO 勝ちして世界バンタム級王者となり、ヤオイタ・サダオ、中村、ノンタイトル戦、コニー・コール、ドウェル、英国、ジョー、メデル、メキシコ、青木勝利、三鷹、ダオいずれも KO で撃破。9度目の防衛戦となった65年5月18日、ファイティング原田、笹崎、2-1、2で判定負けして王座を失ったが、今でも、史上最高のバンタム級王者、と呼ばれる、66年5月の原田との再戦に0-3で判定負けして一度引退したが、3年のブランクを経て69年に現役復帰、73年5月にホセレグラ、キューバ、に判定勝ちして WBC 世界フェザー級王座を獲得し、2階級制覇を達成した。73年10月にはビセンテ・サルディバル、メキシコ、に KO 勝ちして初防衛に成功も、その後は防衛戦を行わずに王座を剥奪、トレーナーだった父親の死を受け、76年に、須佐下、プロで敗れたのは原田戦の2度だけだった。菜食主義者で知られ、引退後はスーパーマーケットを経営しながらトレーナーも務めた。92年に国際ボクシング殿堂入りしている、ネットの声、エデル・ジョフレ、原田との試合2戦とも見ました。まさか勝てるとは思いませんでした。ジョフレ戦の前にジョー・メデルと戦って KO 負けを喫していて、そのメデルを KO で下しているジョフレにはとても勝てるとは思いませんでした。蓋を開ければ檻を見てはラッシュを繰り返しジョフレがロープを背にしていた記憶があります。ただ原田のパンチはあまり効いていたようには見えませんでしたが、地元の試合でもあり、判定で勝ちました。当時の世界戦は、15ラウンドです。負けたのが原田戦の2試合だけ、やはりすごい選手だったのですね。謹んでご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。